国立清水海上技術短期大学校は、静岡県静岡市清水区にある、独立行政法人会議教育機構所管の教育訓練施設。高等学校卒業者を対象に生徒を募集し、船舶を運航できる船員を養成する施設である。平成28年4月まで、独立行政法人会議教育機構の本部は、清水海上技術短期大学校内にあったが、 神奈川県横浜市中区の横浜第二合同庁舎に移転している。2011年4月現在、海上技術短期大学校は、並方、宮古、そして清水の3カ所である。運輸通信省 -1944 年から1945年までの半年間。 運輸省 -1945 年から2001年までの56年間国土交通省 -2001 年1月から4月までの3ヶ月間国土交通省所管の独立行政法人会員学校 -2001 年4月から2006年までの5年間国土交通省所管の独立行政法人会議教育機構 -2006 年から現在に至る東海道新幹線 静岡駅で下車。静岡駅で、東海道本線に乗り換え、清水駅で下車。清水駅前から、静鉄ジャストラインバス 54, 折戸車庫か十56.57、美保車庫か五58、東海大学美保水族館に乗車。東海大学、海域短大前で下車。清水インターチェンジを降りる。県道54号か、県道75号で、清水駅方面へ。 清水駅方面から国道149号を南下。国道150号に繋がっているので、南下。駒越東町交差点で左折し、直進。静岡インターチェンジを降りる。県道84号を南下。中島交差点で左折。西島交差点で右折。国道150号を直進。駒越東町交差点で右折し、直進。ありがとうございます。